皆さんこんにちは、プラケです。ペコル生後44日目、プラケのレオパ育児日記やっていきたいと思います。ではね、早速今日も餌やりをしていきたいと思います。今日も例のごとく双星コオロギ L サイズになります。昨日は1匹だけだったんですけど、食べてくれるでしょうか。お、いいね、反応。食べれる？あ、上手。いい感じですね。今日は2匹食べてくれるかな。一応ね、ちょっとこれ3匹は厳しいかなと思って、一応2匹解凍するようにしてます。で、もしもうちょっと食べそうだったら、家子をプラスであげる感じにしようと思います。これをね、平均的に2匹食べてくれるようになると、非常にありがたいんだけど、昨日1匹だったからもう1匹食べてほしいな。今日でも食べそうだな。もう一匹いけるかな。あれ戻っちゃうの。ちょっと家子を見せてみましょうか。じゃあもうちょい小さいのだったらどう。はい、これだとできる。起きた。そっからの双星コオロギ、どう。それは食べれねえよって。もう一個一応家子を見せてみましょう。これだったらいけんじゃないの。もういらない。もういらなそうですね。じゃあ黒子一匹と家子一匹という結果ですね。食べないよね。はい、じゃあ体重測定をしていきます。はい、いい音。はい、降りてください。はい、 14g。 うん、 1g 増えましたね。はい、じゃあ今日はコオロギ2匹、まあ、黒子とイエコですけど2匹食べて 14g という結果でした。はい、ではまた。バイバイ。